視覚。視覚、視覚とは、目を受容器とする感覚のこと。いわゆる五感の一つである。視覚とは、光のエネルギーが、網膜上の感覚細胞に対する刺激となって、生じる感覚のことである。視覚という言葉は、形態格、運動格、色覚、明暗覚などの相称として用いられている。視覚によって、外界にある物体の色、形、 運動、テクスチャ、奥行きなどについての情報、物体の位置関係のような外界の空間的な情報などが得られる。また、自己の運動に関する情報も、視覚から得られ、時に、視覚誘導性自己運動感覚などを引き起こす原因ともなる。したがって、視覚は高情報をもとに、外界の構造を推定する過程とみなせると言われる。脊椎動物の神経系では、 可視光は網膜において不合化され、外側質状態、LGN を経て、大脳皮質において処理される。本校では人を中心に、動物の視覚のみを扱う。脊椎動物、人を含む、節足動物、昆虫、甲殻類、軟体動物、タコ、イカなど、多くの動物が視覚を持つ。なお、視覚を用いて認識することを、見るといい、転じて、 読む、会う、試すなどの意味もある。試すの意味での、見るは、一般的には、金書きされる。遠くから対局を眺める、というニュアンスや、あるいは、深い認識の過程、いわゆる、心の目の方を積極的に使う、といったニュアンスを含む場合は、見るともかく。プラトンは視覚を聴覚とともに、対象から離れても成立するため、他の感覚より優れたものと位置づけた。 西洋ではこの見解が継承され、伝統的に視覚及び聴覚に関わるもののみが芸術と見されてきた。イギリス経験論では視覚は他の感覚入力との連合によって説明された。経験論哲学における有名な問題として、球体と立方体を触覚的に判別できる先天盲者が海岸手術を受けたとき、盲人は、 視覚的に球体と立方体を判別できるかという森に行くす問題がある。経験論によれば視覚は他の感覚と連合されていないため海岸時点では視覚的な判断はできないと結論された。ヘルムホルツは視覚を感覚入力をもとにした無意識的推論の過程であるとみなした。例えば小さなものや遠くにあるものは網膜上では同じように小さく見える。しかし、 我々は小さな顔を見たとしても、顔が小さいと近くすることはなく、顔が遠くにあるように近くする大きさの向上性。このことは、顔というものは実際にはこの程度の大きさのはずなら、網膜上で顔が小さいということは遠くにあるのだろう、という推論を我々が無意識的に行っているのだと解釈された。1866年には固定染色法により、 形態的に異なる2種類の光受容器、艦隊と衰体があることを確認した。1930年代にハートラインは単一神経の光応答をカブトガにより初めて測定し受容矢の概念を提唱した。1950年代には網膜神経節細胞が気候的受容矢を持つことを発見した。1950年代後半にヒューベルト・ビーゼルは 大脳皮質の神経細胞は、線分などの特徴を持つ刺激に耐えて、選択的に応答することを報告した。また、発達期に、視覚刺激の入力が遮断されると、遮断された刺激に対して選択的応答を示す、神経細胞の数は減少することを報告した。1970年代後半になり、パッチクランプ法が開発されると、非細胞の光需要機構の研究が進んだ。 1990年代には脳機能イメージング技術が進展した。光学系を通じて網膜に投影される。網膜像は三次元世界の物理法則である光学によって決定される。視覚は網膜像をもとに外界の三次元構造を復元する情報処理とみなせる。そのため光学によって三次元世界の構造から網膜像が生じるのに対して視覚は 網膜像から外界の三次元構造の推定という逆問題を解いていることになる。このことから視覚情報処理は逆光学と呼ばれる。ところが光学は三次元の外界から二次元の網膜像への対応を決定するため網膜平面に対して奥行き方向の情報は網膜像では完全に失われてしまう。したがって網膜像から 外界の構造復元という逆問題は、そもそも理論的に解くことのできない問題である。そのため、視覚情報処理は不良設定問題である。大まかには不良設定問題は、正しい解を一位に求めることができない問題のことである。不良設定問題は、何らかの制約条件を設けなければ解くことができない。視覚系は、外界の構造に関する様々な過程を設けることで、 逆問題を解いている。ところが、そもそも視覚情報処理は不良設定であるため、こうした過程が常に正しいとは限らない。そのため、視覚系が用いている外界についての過程が、物理的世界での規則と異なっていた場合には、物理的世界の構造を反映しない知覚が得られる、ことになる、作詞。網膜像は、外界の構造、光源の位置と性質、 観察者と外界の位置関係などによって変化する。ところが、多くの場合では、網膜像の変化にもかかわらず、外界の構造を反映する一定した知覚が得られ、知覚のこのような性質を、向上性と呼ぶ。例えば、照明光の光量が変化して、網膜像における平均輝度が上昇しても、物体表面の明るさの知覚は変化しない、明るさの向上性。あるいは、 物体の網膜像における大きさは物体と観察者との距離、観察距離に応じて変化する。しかし、知覚される物体の大きさは観察距離の影響を受けにくい大きさの向上性。このように、視覚では禁刺激そのものの物理的性質が知覚されるのではなく、遠視劇の性質を反映した知覚が得られる。物体が網膜において結ぶ像の大きさを 視覚によって表現する。視覚とは物体の両端から欠点に引いた線のなす角度のことである。中心下からの視覚を変身度と呼ぶ。視覚系に入力した画像の各点の性質は輝度と色によって記述される。輝度と色は画像の一点のみで決定できる視覚属性であるため一時属性と呼ぶ。テクスチャ、運動、両目視差のように空間的。 時間的に異なる画像の複数の点において定義される四角属性を二次属性あるいは工事属性と呼ぶ。網膜像が空間的周期を持つとき周期の細かさを空間周波数によって記述する。空間周波数の単位は C、D、サイクルパーディグリー四角一度あたりの周期を取ることが多い。時間的周期については Hz が用いられる。 視覚刺激を記述する際には、輝度コントラストの定義として、フォーミュラ1を用いることが多い。フォーミュラ2とフォーミュラ3は、画像中の輝度値の最大値と最小値を表す。この定義を、マイケルソンコントラストと呼ぶ。四角形の感度は、光の波長によって異なる。一四角形の視感度は、名所詞では555ナノメートルで、ピーク値を取る。 この時の感度を基準として、他の波長の光に対する感度を求めると、可視光全体に対する、皮脂感度が求まる。暗所紙では507ナノメートルの光に対して、最も感度が良い。暗所では、感度曲線が単波長側にシフトしている。この事実を、プルギンエシフトと呼ぶ。放射軌道と詞感度を掛け合わせた値を軌道と呼ぶ。名所紙では、色が近くされる。 四覚異常者の視感度曲線や等色関数から分光感度の異なる三種類の光受容器、衰退が存在することが示唆される三色説。健常者の等色関数及び二色型四覚異常者の混同色中心から衰退分光感度を求めることができる。暗所紙における光受容器、感体は一種類であるため四覚は存在しない。感体分光感度は 所視視視度に等しい。視野とは、視覚刺激が処理できる視覚の大きさである。視野は、中心下を基準として測定する。視野の大きさは、動物種によって異なる。人健常者の視野は、垂直方向に、上側60度、下側75度程度である。水平方向では、単眼の場合、鼻側60度、耳側100度程度である。って、 両目で重複する視野が120度程度存在する。このことにより、両目視差が生じており、両目立体視に寄与している。中心下を基準に、左右や上下の領域を、左視野、上視野のように呼ぶ。角目の耳側15度程度の位置に盲点が存在する。中心下から20度程度の領域を中心視野と呼ぶ。それ以外の領域を周辺視野と呼ぶ。一般に、 中心視野ほど空間分解能が高い。周辺視野では色覚が失われる。視覚障害者、ロービジョンには視野欠損を示すものが含まれる。視覚系のコントラスト感度を空間周波数ごとに調べたものをコントラスト感度関数、コントラストセンシティビティファンクション CSF と呼ぶ。静止刺激に対する人の CSF はバンドパス型であり、 6CPD 付近で感度が最大になる。低空間周波数での感度低下は神経的原因に由来する。航空間周波数では 60CPD まで感度を持つ。航空間周波数での感度低下は主として光学的原因に由来する。一般に CSF を測定するのは煩雑であるため、光学的異常の検査目的には簡便な視力検査を。 大まかには、視力は一定のコントラストの下で刺激が検出できる最大の空間周波数に相当する。CSF は単一の機構に由来するのではなく、複数のバンドパス型チャンネルによって構成されることが分かっている。各々の,の,のチャンネルはバンド幅が等しく中心周波数が異なる。チャンネルは画像中の空間周波数成分の検出をしていると見なせることから、 これらのチャンネルを空間周波数チャンネルと呼ぶ。空間周波数は視野ごとに存在すると考えられている。そのため空間周波数チャンネルによる処理は対極的、フーリエ変換のような線形変換ではなく、偽線形な過程とみなせる。四角形のコントラスト感度を時間周波数ごとに調べたものを時間的 CSF と呼ぶ。低空間周波数では CSF は 低時間周波数で感度が低下するバンドパス型である。高空間周波数ではローパス型である。刺激をコントラスト反転した時にフリッカーが知覚されなくなる時間周波数を臨界融合周波数クリティカルフリッカーフリークエンシー CFF と呼ぶ。CFF は一定のコントラストの下で刺激が検出できる最大の時間周波数に相当する。 人の CFF は 50Hz 程度とされる。網膜は面であるため、網膜に投影される像は二次元である。しかし、人間は三次元空間を近くしている。これは、人間が様々な奥行き手がかりをもとに、二次元情報から三次元情報への推定を行っているためである。奥行きの手がかりとして以下のものが挙げられる。目は感覚器の一つであり、 角膜などの光学系と神経系の一部である網膜から構成される。光学系は角膜、水晶体、瞳孔などから構成され、光量の調整や焦点の調節などの機能を持つ。網膜の光需要細胞では光の強度と波長の分布が神経信号に符号化される。網膜において符号化された情報は 神経細胞の間を神経繊維の興奮の電動の形で伝えられる。以降の一連の神経繊維の経路を四角炉と呼ぶ。反対色などの四角特性は網膜内での処理に由来すると考えられている。網膜からは視神経が発しており、外側室状態、LGN に投射している。外側室状態からは四角野への投射がある。視神経は上、 支障の一部にも投射するが、こうした情報伝導炉は、眼球運動や外実周期などの非画像的な情報処理に組みするものであり、視覚情報処理の主たる経路は、外側室状態から第一次視覚野に至る経路で、あると考えられている。第一次視覚野からは、それ以降の工事視覚野に対して投射が存在する。第一次視覚野以降の伝導路は、物体の形状や色を処理する。 ホワット経路と物体の空間における位置や運動を処理するウェア経路に2分される。ホワット経路は後頭葉から側頭葉に向かい腹側皮質四角炉と呼ばれる。ウェア経路は後頭葉から頭頂葉に向かい背側皮質四角炉と呼ばれる。こうして処理された情報は前頭葉などでさらに高次な処理を受けている可能性がある。 光学系を通過した光は網膜において網膜像を結ぶ。網膜像は網膜上の死細胞。網膜によってサンプリングされ、神経信号として符号化される。死細胞には分光感度特性の異なる肝体細胞と衰体細胞がある。死細胞は人の場合約1億3000万存在する視神経。衰体は網膜の中心部。 黄斑と呼ばれるで密に分布し、艦帯は中心部に少なく周辺部に多く分布している。光需要細胞は光入力に対して電気的な信号によって応答する。光需要細胞の応答は網膜内の網膜神経節細胞に伝わる。神経節細胞の軸索は片目で100万本程度あり、視神経入頭より束になって眼球を出て、 左右の視神経を形成し、さらに肝脳の腹側から脳内に進み、肝脳の視床の一部である、外側質状態または、外側上角と呼ばれる神経角に達する。そこで、外側室状態の神経細胞とシナプスを形成する。外側室状態の神経細胞の軸索は、大脳神皮質の高等用の一時視覚野に達する。 脊椎動物の色覚は、網膜の中に、どのタイプの水体細胞を持つかによって決まる。魚類、両生類、爬虫類、鳥類には4タイプの水体細胞、4色型色覚を持つものが多い。よって、これらの生物は、長波長域から短波長域である、近紫外線までを認識できるものと考えられている。一方、ほとんどの哺乳類は、水体細胞を2タイプ、 二色型四規格しか持たない。哺乳類の祖先である、爬虫類は四タイプすべての水体細胞を持っていたが、2億2千0 0万年前には、最初の哺乳類といわれるアデロバシレウスが生息し始め、初期の哺乳類は主に夜行性であったため、四規格は生存に必須ではなかった。結果、四タイプのうち二タイプの水体細胞を失い、青を中心に感知する S 水体と赤を中心に、 半地するエルスイタイの二水体のみを保有するに至った。これは赤と緑を十分に区別できない、いわゆる赤緑色毛の状態である。この色覚が哺乳類の子孫に遺伝的に受け継がれることとなった。霊長類サ猿仕ための協尾しため、旧世界猿と交尾亀、新世界猿とが分岐したのは3000から4000万年前と言われている。人を含む 旧世界の霊長類、競技した試の祖先は、約3000万年前、X 染色体に、L 水体から変異した緑を中心に感知する、新たなタイプの水体、M 水体主物質の遺伝子が出現し、ヘテロ接合体の2本の X 染色体を持つ、メスのみが三色型式規核を有するようなり、さらにヘテロ接合体のメスにおいて相動組み換えによる、遺伝子重複の変異が起こり、 同一の X 染色体上に2タイプの水体子物質の遺伝子が保持されることとなり、X 染色体を1本しか持たないオスも三色型色覚を有するようになった。これによって第3の水体細胞が再生された。三色型色覚は果実等の発見に有利だったと考えられる。時代を下って人の色覚の研究成果により、 人が属する競技しためのマカクザ猿に色毛が人よりも非常に少ないことを考慮すると人の祖先が飼料生活をするようになり三色型色覚の優位性がくなり二色型色覚のトータ圧が下がったと考えられる。色毛の出現頻度は競技しためのカニクイザルで0.4%チンパンジーで1.7%である。 コウビカメのヨザルは一色型色覚であり、ホエザルは、競技したメと同様に三色型色覚を再獲得しているとされている。他方、ホエザルは一様な三色型色覚ではなく、高度な色覚多型であるとの指摘もある。これらのヨザル、ホエザルを除き、残りの新世界ザル、コウビカメはヘテロ接合体の X 染色体を2本、持つメスのみが三色型色覚を有し、 オスはすべて色毛である。これは、強技した目のような X 染色体上での騒動、組み換えによる遺伝子重複の変異を起こさなかったためである。人は蒸気のようなレ長目強技した目の祖先の X 染色体の遺伝子変異を受け継いでいるため、M 水体を欠損した X 染色体に関連する赤力色毛が反性劣性遺伝をする。男性では、 X 染色体の赤緑色毛の遺伝子を受け継いでいると色盲が発現し、女性では2本の X 染色体とも赤緑色毛の遺伝子を受け継いでいる場合に色盲が発現する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。